寝る前や寝ながら学習内容を聞き流す、いわゆる睡眠学習、効果的だと思いますか？はい。信頼できるデータや研究などがあれば教えてください。データ研究がある云々じゃなくて、寝る前って暇じゃないですか。で、流してて、で、朝もずっと流れてると、朝起きた瞬間、ぼーっとして流れてたりするじゃないですか。で、パーセンテージって言うとだいぶ低いんですけど、ただ、何パーセントかは覚えてるんですよ。だって流れてるから。要は毎日ずっと同じもの流されたら人は覚えるじゃないですか。で、寝る前と起きた瞬間っていう何もしない時にずっと流れてると、それの何割か覚えちゃうんですよ。なので睡眠学習どうこうの問題じゃなくて、単純に反復して聞いたものは覚えるよね。で、いや、起きてる時はなんかさ、ゲームしたりとか、なんか漫画読んだりとか映画見たりとか忙しいので、寝る前と起きた後っていう、ほぼ何にもしない状態に、そこに時間に何か詰め込むと、それは覚えるのに使えるっていう、時間効率の問題としてやってみるといいんじゃないですか。